村松公式 LINE アットに登録した方限定でシステム無料で配布しています。本気でバイナリーで稼ぎたい方は登録お願いします。こんにちは、投資家の村松です。本日は先週の予想と取引結果ということで、3月も中旬に入りますが、こちらの結果の方を報告していきたいと思います。3月16日から20日までの予想はこのようになりました。陰線はですね、比較的にトータルで言えば 60% 台かその下ぐらいっていう結構微妙なラインが多かったです。なので、57% とか 55% とか 56% とか少し損益分岐点が超えているところでも普段のルールとは異なるんですけど、まあ原因ではなくサインでエントリーしてるっていうような形になります。まあこちらはですね、あまりお手本とならないようなシートの書き方となってます。ただし、あまりにもちょっと 60% 台だけで、サインでエントリーするっていう風になると、あまりにもエントリー数が少なくなってしまうということになりますので、そしてまた、アゲインもですね、通貨ペアによってはもちろん高いものもありましたが、低いものであったり、時間軸だけが良かったりっていうところもありましたので、まあ、今回に限っては、ちょっとまあセオリーから外れてはしまいますが、勝率 60% 以下の場所でも、サインでのエントリーというものはしております。ではこちら結果となります。結果的には、サインでエントリーしたところに関してはやはりあまり勝率の方はですね振るわなかったです。まあトータルの方が低いのでこれは当たり前と言っちゃ当たり前みたいな結果にはなってしまいましたが、まあなのでしっかりとトータルを見て判断するっていうことが大事、いかに大事かっていうことが分かった週となっております。ただもっとねアゲインでエントリーしていればさらに勝率アップしたりとか、また無駄な負けとかも減らすことができたと思うんですけど、アゲインも今週に関しては勝率もねそこまでいい数字ではなかったので、まあこのような数字となったというような感じでございます。では続きまして詳細の方に移りたいと思います。おすすめ8通貨のみで言えば145戦92勝、勝率で言えば 63%、 カンニングシートありで言えば29戦23勝、勝率で言えば 79% プラス 16% 勝率をアップすることができました。ただしこれはですね、サインでの無駄な負けとか、アゲインエントリーを含むことができなかったのでエントリー数っていうのはかなり低いです。またセオリー通りのトレードではないので、まあ場合によってはこのような形のトレードをね毎週続けていったら正直、プラス要因になるかどうかっていうのははっきりとは分からないです。ただ今週に関しては、おすすめ8通貨のみでも勝率 63% あるっていうことで、かなりシリウスのサインが強かったから救われたみたいな形になっております。ちょっとまあ今回の予想に関してはちょっとセオリーから外れてしまった部分もあるので、まあこのようなことはあまり真似はせずにちゃんとセオリー通り 60% 以上の時だけサインでエントリーっていうところは、しっかりと守っていただけたらなと思います。では続きまして陽線です。陽線もですね先ほどと同じく、60% 台っていうものが多かったので、まあ、かなり難しかったかなとは思いますけど、その中でも 51%、50% っていうものがありますね。まあそこに関してはしっかりとアゲインでのエントリーというところで、やっております。これは比較的セオリー通りっていうようなトレードとなっております。また通貨ペアによっても勝率 80% や 70% かなり陽線が強い週となっておりましたので、まあそこはですねかなりエントリー数も増やしていくっていうような形でバランスをとってます。でこのまあバランスっていうのも結構大事で、陰線のところでエントリーがなかなかできないな少なくしたっていうのは陽線でそれだけまたさらにね、サインでのエントリーとかを増やしてトレード数っていうものを稼ぐためでもあります。まあそのようなバランスを意識して陰線だけの予想をするのではなく陽線も考えて、自分の中でどれぐらいのエントリー数になるのかな、で勝率は期待値はどれぐらいかなっていうようなところまで分析ができるとよりいい結果になると思います。それではこちらが結果となります。結果はやはり予想通りエントリー数の方は稼ぐことができました。で、勝率言えばまあちゃんとね7割ぐらいありますので、かなりいい結果となりました。でまあ
サインプラスアゲインの緑のものがあるんですけど、ここはですね、まあ勝率のところはサインで負けてしまってるかと思うので、ちょっと勝率の方はね、あまり高くはないんですけど、まあそれだけリスクを背負ってるので、このような結果とはなってしまいました。ですので、しっかりとサインでやるのか、それともアゲインでやるのかっていうのは、最初の初心者のうちは、しっかりとそこは判断をして、どちらかに偏りを持たせるっていうことが大事です。しっかりとその点を意識して取り組んでいただきたいと思います。ではこちらが要選の詳細となります。おすすめ8通貨のみで言えば158戦101勝勝率で言えば 63%、 カンニングシートありで言えば50戦35勝勝率で言えば 70% プラス 7% 勝率アップすることができています。で、先ほどの陰線で言えば 78% でかなり勝率の方が高かったんですけど、エントリー数がこの要選の半分以下ぐらいですので、まあこちらの要選の方が、しっかりと予想としては的中しているのかなと思います。しっかりとエントリー数を稼ぐということと、サインでのエントリーで比較的にセオリー通りやるっていうこと、それからまた勝率もね、期待値通りにトレードすることっていうだけを意識して、このエントリー数と勝率を叩き出せたので、そこはしっかりと予想通りとなりました。それでは続きまして、今週のカンニングシートに移りたいと思います。こちらが今週のカンニングシートとなります。陽線の方がやはり結果がかなり良かったです。さらに言えば、ドル円の陽線のアゲインに注目していただきたい、んですけれども、こちら9分の9という結果になっておりまして、相当強いです。ですので、ドル円の陰線、こちらね、損益金額で言えばマイナスとなってしまってるんですが、陽線の方のアゲインが9分の9で、かなり期待値としても、かなり偏りを持ってアゲインが相当強いです。その代わり、サインでのエントリーは弱いんですけど、これくらいアゲインが強く偏りができている週っていうのは、そのまた翌週もアゲインが強くなるという傾向にあります。それこそが統計学と言われるものです。ですので、今週に関しましては、まあ、ドル円の陰線の方は捨ててでも、ドル円のこのアゲインを取るっていうような予想を取っていきたいなと思います。ではまあその点も含めまして、次来週の予想に移りたいと思います。それでは来週の予想です。3月23日から27日の予想です。陰線のドル円、先ほども言った通りこちらはエントリーなしです。っていうのも、勝率も損益金額もサインでのエントリーもアゲインでのエントリーも全く振るわないので、こちらの陰線は完全に捨てております。その中で、8通貨中1通貨減らしてしまっていますので、その点はしっかりとアゲインであったりサインでのエントリーであったり、ここはまあセオリー通り 60% 以上超えた時は、サイン、60% 以下ならアゲインっていうように、しっかりとその点はセオリー通りトレードをしていくというような形となっております。では続いてこちら陽線です。陽線のドル円はこちらもう全てアゲインでトレードをしていきます。トータルの勝率が低いとか高いとかっていうことも関係ないです。でまた結構質問で、受け取るんですけれど、アゲインの勝率が、高ければ、トータルの勝率が例えば 50% でも仮に 80% とか超えてきていてもエントリーしていいんですかという質問が結構きます。この場合はですね、アゲインではトレードして OK です。アゲインの勝率というのはトータルとかまた時間軸とかも全く関係ないので、アゲインの勝率が高い時っていうのは、トータルがたとえ 50% 以下でも、80% 以上でもトレードはして OK です。ただしサインでのトレードとなりますと、まあ、勝率 60% 以下だとちょっとかなり危ないですね。まあそこはアゲインであったり、また陰線との相関関係っていうものも見て、私はオージャンカンニングシートをこちら作っております。ですので、まあセオリー通りで行くのであれば、ちゃんと 60% 以上かどうかっていうような点だけは注意して、カンニングシートの方を作ってみてください。では続きまして、ワンポイントアドバイスです。価値のある人生の送り方、結構、自己啓発系の本であったりとか、あとはまあビジネス書であったりとかで、お金持ちになる方法っていう本がかなり多いですよね。
で、まあいろんなお金持ちになる方法があったりして、またこういう人間関係の作り方がありますとか、こういうマインドを持ちましょうとか、こういうところに投資をしましょうとかって、まあいろんな分野であれそれぞれ作者さんの思いっていうのは異なるんですよ。ただし、後書きであったり、その本のまあ言ってしまえばクライマックスの部分、オチの部分で言うっていうのは、だいたいオチは一緒です。そのオチは何かっていうと、幸せはお金では買えないよっていうようなオチがかなり多いです。結局そのオチに行き着くので、それまでの内容がまた異なるとしても、結局それで終わるんかいってなってしまうわけじゃないですか。でもそれこそはやはりどの作者さんも言っているように、幸せはやはりお金では買えないと思います。それぞれやり方があると思います。なので、価値のある人生の送り方っていうような文面でいけば、お金が全てではないと思いますが、そこに対してやはりバリューっていうのはそれぞれ違うと思います。絶対にお金はあった方が幸せにはなれると思います。ただそのお金だけっていうものに焦点を当てて生きてしまえば、他にもっと大事なものであったりを見失ってしまうこともあると思うんですね。なので、その点で言えば、この私がやってるバイナリーオプションっていうのは、まあ、人生を捨てるほどかけるようなものでもなく、より自分の時間、自分が空いてる時間、隙間時間とか1日1時間2時間、どうせ皆さんね、その1時間2時間も空いてないほど忙しいという方は中にはいないと思うんですよ。その1時間2時間だけでより価値を見出す、より人生を良くするために自分の時間を捨てて、どれだけ、その未来に返ってくるものに投資をできるのかっていうような点で言えば、やはりこのバイナリーオプションっていうのは素晴らしい投資の商品だと思いますので、まあこのバイナリーオプションに関心のある方は私までメッセージを送っていただけたらと思います。本日も動画のご視聴ありがとうございました。こちらの動画を楽しみに見ていただいている皆様へお知らせなのですが、本気でバイナリーで稼ぎたい、私村松がどんな手法で稼げているのか知りたいという方に向けて、とあるグループへ招待いたしたいと思います。その名も完全紹介制養成講座です。こちらのグループ内では人とのつながりを大事にしております。なのでこの動画をご覧の方しか紹介することはできません。そしてこの講座内では、私村松が稼げている理由を講座でお伝えしていくとともに、使用しているツールを無償で提供しております。世の中には10万、20万と高額で販売している方もいますが、私は無償で提供させていただきます。このグループにご興味のある方は、こちらの QR コードを LINE で読み取り、紹介コードをご入力してください。ぜひともご登録の方をお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。